ズベレフはドイツの男子プロテニス選手。身長190センチメートル。左利き、バックハンドストロークは両手打ち。ATP ワールドツアーでシングルス1勝、ダブルス4勝。自己最高ランキングはシングルス25位、ダブルス44位。ロシアのモスクワ生まれで、現在はモナコ公国のモンテカルロに拠点を持つ。ロシア出身の元テニス選手。 アレクサンダーズ・ズベレフシニアの息子である。父は、ミーシャのコーチも務める。また10歳年下の弟のアレクサンダーズ・ズベレフも、プロテニス選手である。弟アレクサンダーとはツアーでダブルスを組んで、優勝があるほか、男子国別対抗戦、デビスカップのダブルスにも、兄弟で出場がある。また、弟アレクサンダーは2016年に、ツアー優勝を果たしている。 2008年の ABN アムロ世界テニストーナメントの2回戦で世界ランク5位のダビド・フェレールを破り準々決勝進出。ケリー・ウェーバー・オープンではダブルスでミハイル・ユージニーと組んで優勝。ユージニーとは同年のジャパン・オープンテニス選手権でもダブルスで優勝している。ウィンブルドンでも2回戦で元世界ランク1位のフアンカルロス・フェレールに勝利し3回戦に進出。 2009年は BNL イタリア国際で3回戦に進出すると世界ランク7位のジルシモンに6から4、6から1で勝利しマスターズ準々決勝に進出。準々決勝でロジャー・フェーデラーに敗れた。またこの年初めてデビスカップドイツ代表に選出された。2010年のモゼールオープンでシングルスで初めて決勝に進出。決勝で ジルシモンに敗れ準優勝。2016年に弟、アレクサンダーの活躍に刺激を受けて復活。上海マスターズの2回戦では、相手のニック・キリオスが無気力プレーで半ば試合を後期し勝利。3回戦でマルセル・フラノリエルスを破り、8年ぶりのマスターズ準々決勝に進出。準々決勝では、世界ランク1位のノバク・ジョコビッチから第一セットを、 奪うも6から3、6から7、3から6で敗れた。10月17日付のランキングで5年4ヶ月ぶりにトップ100に復帰。スイスインドアでも準々決勝で世界ランク3位のスタンワウリンカに6から2、5から7、6から1で勝利し、準決勝進出。準決勝でマリンチリッチに敗れた。2016年最終ランキングは51位。 二千十七年全豪オープンでは十年ぶりに全豪の二回戦に進出すると、第十九シードのジョニー・イズナーを六から七、六から七十六から四、七から六、九から七の逆転勝ちで破り、九年ぶりにグランドスラムの三回戦に進出。三回戦でマレク・ジャジリを破ると、四回戦では世界ランク一位のアンディ・マリーと対戦。七から五、五から七、六から二。 6から4で勝利し、自身初の準々決勝進出を果たした。準々決勝で、ロジャー・フェデラーに1から6、5から7、2から6で敗れた。大会後の世界ランキングで35位となり8年ぶりに自己最高順位を更新した。2月のデビスカップ対ベルギー戦では、弟アレクサンダーと共にドイツ代表に選出され、ダブルスには兄弟で組んで出場。 ルーベン・ベーメルマンス、ヨリス・デローレ組に敗れた。翌週の南フランスオープンでは、ダブルスで弟アレクサンダーと組んで、決勝でファブリス・マルタン、ダニエル・ネスターに勝利し、兄弟ペアでのダブルス初優勝を果たした。ジュネーブオープンでは準決勝で、第2シードの西コリ・ケイを破りおよそ7年ぶりの ATP ツアー決勝進出を果たす。その決勝では、 第一シードの地元ワウリンカから第一セットを選手するも逆転負けし初のツアー優勝はならなかった。2018年のネチャーバレー国際で ATP ツアー3回目の決勝進出、決勝でルカシュラツコに6から4、6から4で勝利し30歳でシングルスのツアー初優勝を果たす。8月のシティオープン3回戦で弟アレクサンダーとツアー初対戦。 結果はアレクサンダーが勝利した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、 G コールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。